武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は首都大学東京の、国語の現代文の勉強について話していきたいと思います。まず首都大学東京の国語については、大問が3題、時間120分に、なっていて、大問の、1が古文、2、3が現代文となっているんですが、大問の3の現代文は実質小論文ですね。意見論述、なので、こちらはまあ小論文の練習しとかないとちょっと、記述対策だけで書くのは厳しいかなという内容ですね。400字論述、になっています。で、基本的な、対策としてはやはり記述論述能力高めとかないとちょっときついかなと思いますので、まあセンターなどの、現代文しっかり仕上げた上で、まあ開発講座、や、得点ダッシュ、入試生成問題集などですね、まあ、順番的には開発講座、入試生成問題集、得点ダッシュ、こちらをしっかりやっておいた方がいいかなと思います。プラス余裕があれば、小論文の、対策ですね。小論文の書き方、武田塾のルートにある、ものなどを、使って、まあ知識本と、小論文の書き方の本、しっかりやった上で過去問をやっておいた方がいいかなと。まあ、最悪時間なかったら文章そのものがそこまで長いわけじゃないので、小論文、なしで、実際過去問でしっかり書く練習をするという形でも、書けなくはないかなというふうには思いますが、ただそれにしても400字で書く練習はしっかりしておいた方が、いいかなというふうには思います。文章そのものの難易度は、そこまで高いというわけではないのですが、ただ本文に即して説明しなさい、みたいな、説問が現代文の方では結構出てきて、また漢字や語句の、意味の説明などもありますので、結構そのただ過去問解いてればというよりは知識つけてちゃんと書く練習してっていうのがやってないと、難しいような傾向になっています。なので、まあ特別何か対策をしっかりやらなければというわけではないですけど、幅広くいろんな対策をしておきましょう。難易度そのものは標準的なものではありますので、必要なものをちゃんとやって対策しておけば十分対応できる範囲となっています。以上が首都大学東京の国語の現代文の勉強となります。